こんにちは、カーピです。さあ今日もカープ純正オーダー強化やっていきましょう。今日の更新やばいの来ましたね。ワールドスターマイケン追加、スパークコラボ第1弾が登場、そしてプレゼントスカウトがあって、 S ランク抑え追加。いやー、3つのガチャの行き更新もやばいですけど、何よりこれですね。スパークコラボ第1弾、自チーム確定もセレクトミキサーも確率アップすらありません。カープからは秋山さんが出てるんですが、秋山取りたきゃ地引きしろ、バイカステラってことですね。このカステラめ。はい、そしてよりによって秋山さんがオールドウチ可能と、 A ランクが出るのかどうか、その辺も含めて非常に悩ましい。そしてそこに追い打ちのようにワールドスターマイケン登場ですね。当チャンネルは今将来のコスリーグ参加に向けて準備をしていまして、過去のマイケンさんを継承できないんですよね。一から作らないといけません。いやー、よりによってスパークと重なってくるかと。これはコナミさん、カープ人生を殺しに来てますね。殺意を感じる。ガチャいきましょうか。ワールドスタースパークの順番でいきましょう。更新待機でワールドスターを10連、スパークを30連回していますんで、そちらのアーカイブもぜひ概要欄に貼っています。ではワールドスター20連目。いやー、今回の更新はガチで驚いた。最近で一番驚いたまである。スパークガチャ、驚くべき鬼塩ですね。自チーム確定なし、確率アップもなし、セレミキもなしとなると2017年のセレクション以来ですよね。 A もくれ、 A も来い、マイケン。 A ランクもザクザクと来ないな。最後 A ランク何パーや、 20% か。ってことはマイケン 10% か。ワールドスター30連目。さあここで S ランク1人確定。 30% でワールドスター、 15% でマイケン。マイケンの母体、1からの育成も大変だ。コストリーグ参加も楽じゃないですね。でも2年後を見せて頑張る。演出渋いな。これは外したか。いや、演出なしからもある、なくてもある。マイケンか、吉川さん。最後マイケンか、外れた。ワールドスター40連目。はい、スパークガチャご覧の通りの鬼仕様ですけども、特にカープやばいですよね。他の11球団は通常 S ランクでカバーできる選手になってると思うんですけど、秋山さんは通常 S ランクないかもしれないですもんね。いやー、カープ人生殺しに来てるわ。カープ人生の皆さん、スパーク秋山さんどうするんだろう。出るまで引くんかな。ワールドスター来ねえな、来ねえな。最後、あー、ワールドスター50連目。マイケンの称号はどうするべきか。今の見立てでは9月じゃなくても大丈夫そうではあるんですけど、最近ほんと読めないですからね。安全に行くなら9位型にしたいよな。 S ないか。そろそろマイケン1枚来い。あー、またシューメーカーさん2枚目ってマイケンさんに来るのなんでおかしくない。マイケン A でいいから道中なんとかならんのか。あー、出た。60連目。はい、ここでワールドスター確定。 50% でマイケン、どうだ。うわー、安心したかった。幸子見て安心したかった。いやー、これは当てたい。スパークのためにもここで沼るわけにはいかない。お願いします、お願いします。当たらねえ。いや、もうほんとお願いします、お願いします。いやー、あいつになる緊張するな。おっ、うわー、大谷さん出た。ってことは最後は、はい、やっぱりかー。そんな気したわ。ピーカステラ。では問題のスパークガチャいきましょう。40連目、スパーク第1弾、きっちり12選手揃えてきましたね。峰井選手が投票していたんですね、秋山さんに。おお、これはチャンス。もうこれで引こう。ここで出てくれ、秋山さん頼む、出てくれ、切実に出てくれ、ほんと出てくれ、出てくれ、
出てくれ、じらすな、どこだ、最後か、うわー伊沢さん来たー、惜しかったけど秋山さんじゃないのか。最後はスパーク50連盟、はい、スパークコラボ。他の11球団は通常選手もしくは別のタイトルホルダーでなんとか泣きそうなメンバーかなと思ってるんですけど、その辺どうでしょう。他球団やってる方ぜひ教えてください。スパーク A がないのもしんどいよな。マジきつくしよう。吉川さんさっきも見たな、当たってんな。スパークコラボ60連目、ここマジ大事っすね。どうだ、うわー、いやースパーク60連、ここで確定は終了。これが外れたらイベント累計契約書、それも外れたら地獄のガチャライブですね。そうはなりたくない、頼む引けてくれ、怖えー、今回の更新声、カステラの本気声、頼むぞ、12分の1、ここでこそ引けてくれ、どうだ。イベント頑張ります、あざした。